いやもうカバンです疲れた。カベソンに戻りましょう。バーシロスデルプリミアトロコンポジションですアクアトロパークス4世のコンポジション。あのカベソンシンラーじゃないよ。ちくわぶちゃんこんばんは。カベソンっていう作曲家の作品ですよ。カベソンそう、4世の作曲こんばんは、かわいい女子高生、こんばんは、どこだっけ神奈川だって。元気にしてますか？ワンちゃん元気ですか？ワンちゃん。昨日はね、俺が途中でぶっ倒れたでしょうね。いや、途中から記憶ないわ、あれ。昨日のね、途中から記憶ないんだよ。バージロス、デル、ミニアトン。プリミエア。プリミア。まあ。出る。プリミア。オッケーオッケー。神奈川だよ。ワンちゃんは現地ではないよ。そうなの。かっこ笑いでいいの、それ。昨日倒れたら大丈夫だったかな。ああ、俺毎日倒れてるから大丈夫だよ。俺ってね、残機いくつあるのかなってぐらい死なないんだよね。俺って残機いくつあるの俺の残機すごすぎる。ゲームとかでさあのさ、あと何回死んだら終わりやみたいな。薬たくさん飲んだな。さてはそうだよ、俺はそれでの労働を成り立たせてるとこあるから。生活もそれで成り立たせてるとこあるから。薬も資本なんです。薬も資本。皆様、こんばんは、和藤信也です。こんな時間まで起きて夜更かしさんですね。まあ、僕もね、結構夜好きですよ。あの、夜の方がね、なんかね、自由でいられる。楽しい。Thank you.
あ、そうですか。よかった。神だよな、本当に。そうそうそう。いや、久々に人が来てくれた鍵盤ライフもできて嬉しいよ。ずっと一人だったもんね、この人。そうそう。神奈川の一人の女子高生が、この、引きこもり、じゃない、引きこもりじゃない。全然引きこもってない、俺。飛び回ってんだよ、毎日。この超絶ビジネスニート。ニートじゃない。ニートじゃねえんだって。超絶ビジネスマン。役中。うん。こいつを救ってくれるんだよね。あなたが。ちくわぶちゃん、ありがとうね。いや、まあね、ユニークな曲とか作ったりとかして、まあ、しようかなと思う。あんたコメントですからね、寂しいからね。だからね、俺写真に一応撮って残しとく。別にね、どこにも公開したりすることもないんだけど、寂しいんでね、記念撮影しとく。まあ、あと、精神だら何もかも吹き飛ぶんだが。しんちゃんはバリバリ仕事に、えらいよ、ありがとうございます。だよね。そう思います、僕も。バリバリ仕事人でえらいよ。あ、もうちょい金欲しいね。もうちょい金欲しいね。もうちょいでいいかな。あと2万あげてくれたらいいかな。楽になるんだ。だよわ。こんな年下の女子高生にまでこんなこと言われちゃってるんだよ。ひどい手たらくだよ。国がお賃金を蹴っちるから。俺がこんなめちゃくちゃ役中になっちゃうんだよ。割り合った給料よろしくだよね。そういうことだよ。本当にそうよ、ね。ここで僕と君と二人行ってもしょうがない。
それ言っててもしょうがないけどね。宣伝しなきゃね。あ、でもいいからです。はい、バーシリアス。もしもさ、カメさん。これ弾いたんだっけ？忘れた。まあいいや、弾いていこうか、とりあえず。最強じゃない？この曲、今の曲の良さ分かる？分かる？いや、めっちゃ最高にね、最高な曲なんだよ。ちょっともう一回宣伝しよう。もう一回最初から弾くか、今のね。バージリオス。バージロスっていうのはね、そうそう。もう一回弾くか、バージロスってプレミアって、うん。どれも最強なんだよね、そうなんだよ。うん、この作曲家が神ってな。そうやな、ね。で、基本メロディーがあってね。で、それに基づいた、このソフト演奏の記録なんだけど、それが神だって。今ので、大体の一曲が終わり。突然のようだわ。音もあるけど教会のような。しんちゃんは仏教徒だけど。いや、鬼滅は良くないな。俺、仏教とか嫌いだから、やめてほしい。俺、神事襲名会だけど、仏ではないからね、これ。なんだろう、教え身親主、教え身親主の神。要は、どんな神様でも、いい感じということでしょう。じゃないかな。じゃあ、セグンドとの行こうか。宗教は元は同じだもん。そう、君よくわかってるね。やっぱり、君みたいな賢い子がいいな、俺は。お嫁さんにするにしてもね。賢い人が好きだわ。なかなかいないからね、そんなこと言える女性はね。
せやま、結婚するしかないな。あ、おいでおいでやで。東大阪のね、春徳町。春徳道駅からすぐ近くだから。迎えに行ってあげる駅なんですね。よいしょ。住所行ったら怖い人来たりするかもよ。気をつけて。そうね。気をつけるわ。ありがとう。バージロスってる。テアスアート。テアス。テアス。テアス。なんで？テトラスか。テトラポットはテトラか。テトは4つか。テアス。わからん。トリラ。わからん。わからん。侍にはわからん、英語は。侍には英語はわからん。いい曲やな。すごっ。いや、俺が感激してるだけでみんな弾いてるっていうだけ。いつもなんじゃエラー。エラーが発生しました。